さあ今日は七夕です。村川さん、七夕で思い浮かぶ食べ物って何かありますか？七夕ないですね。七夕に決まったものを食べるんですか？そうなんです。節句には旬のものを食べて邪気を払ったり無病息災を願ったりする風習があるということで、七夕にはですね、そうめんなんだそうです。そうめん、はい、暑さで食欲がしぼむこの時期にぴったりで、天の川や織姫の織糸に見立てていただくということなんですよね。ということで今日のこの店この味はそうめん流しの人気店です。今日は半世紀以上続く老舗のそうめん流しです。なんかまたこういうところに来て食べるとより美味しく感じます。毎年一応来てます。なので結構もうところ10回ぐらい夏休みになるとやっぱり仙人と日曜日はですね、年に7回も8回も来るような方が非常に多いんですよ。鹿児島市内にありながらそこはまるで避暑地、自然の中で味わう自源寺そうめん流しを紹介します。市街地から車でおよそ30分、和田川のほとりにある鹿児島市下福本町の自源寺そうめん流し、家族連れや常連客が足しげく通う人気のお店です。どうですか、今日も。美味しいです。やっぱこうみんなで冷たいそうめんをこの流れるのを見ながら食べるっていうのが最高ですよね。江戸時代にはすでにこの辺りでそうめん流しを楽しんでいたと文献にも記されているほど歴史のある場所です。谷山観光協会が直接運営しています。昭和40年の7月1日オープンですので、だからもう今年で55年目になりますね。はい、でテーブル数が多いもんですから、待ち時間もそんなに20分30分で済むというような形ですね。お店の人気メニューはボリュームたっぷりの定食、鯉の洗いにマスの塩焼きもついています。そして自源寺そうめん流しの名物がこちら、特許を取得した珍しいそうめん流し器です。器全体が金庫庵をイメージしていると、はい、そうめんが回しながらここからのそうめんが出てくるんですね。だからこれは桜島の噴煙だと、これが桜島金庫庵という形でイメージして作ってあります。はい、特徴的なそうめん流し器は冷たい地下水を汲み上げ、水の勢いで中央からそうめんが噴火するように流れ出るという仕組みです。そうめんは3年間寝かせた手延べ細麺を使っています。そうめんは3年もの4年ものがもう一番いいと言われて、麺が細くなると、コシが出るということで人気があると。さらに鰹節と昆布で出汁を取ったつゆも手作り、鹿児島の醤油を使い甘めの味付けにしています。硬すぎず柔らかすぎずというか、ちゃんとコシがあって美味しいです。コクがあってちょっと甘くて美味しいです。毎年3月から10月まで営業しているという自源寺そうめん流し、すぐ横を流れる川のせせらぎや周囲の木々の緑、吹き抜ける風などを楽しみながら食べるそうめんは格別です。地元の方ですか？地元の方。よく来るんですか？たまに来ます。一人で。最高ですね。最高です。最高。
昔私の母とこの子たちを連れて、もう母は亡くなったんですけど、はい、もうかわいい、かわいい、食べてる。娘は初そうめん流し。散策の場所としてもですね、ここは親しまれておりますし、そういう中でですね、いい空気を吸いながら、マイナスを吸いながら、そうめんを味わっていただければなというふうに思っております。桜島をモチーフにした地元愛あふれるそうめん流し、55年変わらない味を求めて今日も常連客が訪れます。ではお店の場所を確認しておきましょう。鹿児島市下福本町、近くには次元寺公園もあり、家族連れが週末をゆっくり楽しめるということです。